その素性は未だに不明だと聞いている。エイジ2に似た機体だが、一体何者なのだ。 そんな。 今の感覚はまさか。 お前か。 ハセム。 父さん、あなたがディーバに乗っていることは掴んでいる。だが軍を退いた立場でどこまでのことがやれる。今もエイジシステムを使うにふさわしいか試させてもらう。お前の力も見せてもらうぞ。 油断するな。しかしこの戦い何か妙だ。決定的な攻撃が行える状況でも奴らが仕掛けてこない。まるで俺たちの力を試してるみたいだ。アビスタイ各機緊急連絡繰り返し。緊急連絡索敵システムベイガンらしきモビルスーツを確認。数7急速に接近中。なんでこんな時に。 あの女の索敵能力大したもんじゃねえが。さあ狩りの時間だ。白いのだけは必ず落とす。デモンの敵。おう。ベーガンまで相手にするのか。ピンチじゃん。お腹空いちゃうよ。艦長どうすんだ。艦長、砲撃準備だ。え、砲102026および 332から456を順番に砲撃しろ。どうしてそれじゃ当たりませんよ。構わん。どこ狙ってやがる。<笑>そういうことか。父さんやるじゃないか。さすがだな。 ベイガンを威嚇誘導してディーバとビシディアンの間に追い込んだのか。これならディーバの連中は俺たちと戦わずに済むってことか。白いのさえ落とせりゃいい。行くぞ。
ぶり殺しにしてやろうじゃねえか。君、お前の力はその程度なのか。それでこそだ。しまった。あの世から見てやがれよ、デモン。やっちまえ。そうせるか。はい。スーパーパイロットを舐めるな。デモンの叩きさえ。くらった。どうして僕を助けてくれたの？あなたは誰？危険な敵のはずなのに、あなたは温かい感じがするんだ。どうして？お前の力は見せてもらった。また会おう、キヨ。ビシディアン、ベーガン、共に中域から離脱。アセム、お前は何をしようとしている？申し訳ございません。貴重な兵を失いました。まあ構わん。お前をゼハートの元に送ったのはそんなことのためではない。奴の監視のためだ。承知しております、ザナルド様。ゼハートも私同様、イゼルカント様に直接仕えるのに、わずかな心変わりやしくじりも見逃すわけにはいかんのだ。そのことを忘れるな。はっ。私の目的は違うの。ゼハート様、作戦の失敗申し訳ございませんでした。今後はさらに指揮官としての研鑽を積み、ゼハート隊の名に恥じぬように。お前はこの作戦で死んだ兵の名を知っているか？いえ。サム・カレフ、リン・フォスター、そしてグラッド・オット。気性は荒くとも腕の立つパイロットだった。覚えておいてやれ。はっ。キヨ、無事でよかったぜ。うん、うん、お前もお疲れだったな、エイジ3。うん、なんだこれ。じいちゃん、僕、あの海賊の狩猟に助けられたんだ。何かを感じたか？うん、この中域に近づいた時から何度も。じいちゃんも感じた？じいちゃんはあの人が誰だか分かってるんだね。ああ、 X ラウンダーであるお前に隠し通すこともできまい。あのモビルスーツに乗っていたのはアセム・アスノ、お前の父親だ。キャプテン・アッシュ。何を言いたいのかは分かってる。なぜディーバを手に入れぬうちに退却したかだろう。狙いはディーバに積まれたエイジシステムだった。俺たちは今まで連邦軍の中でベイガンに通じている部隊を襲い、
連邦を正そうとしてきた。だがそれだけではいつまで経っても拉致が開かない。それでエイジシステムを。ああ、ディーバの連中がふぬけていてエイジシステムが宝の持ち腐れになっているのなら、俺たちが奪い取りこの手でもっと有効に使ってやろうと思っていた。だが奴らはふぬけではなかった。あの船もフリット・アスノも衰えてなどいない。エイジシステムは任せられる。それともう一つ、ガンダムのパイロットか。ああ、彼に託したよ。戦争の行方を左右する秘宝への鍵をな。果たしてどう出るかな。窓を白い希望に命を預け、運命が交わった。震えるこの空で愛してたと最後に言葉を残し、微笑んだ幻が受け継いでくせに、強く優しい瞳に映った僕らは違った。悲しい時を生きてく果敢な勇士、選んだ道を信じたら突き進めばいい。奪う影が救えない、命に気づいたら過去の涙が今を導き出す、全ては守るべき明日へと。託されたメッセージ、それは長きにわたり宇宙に隠されてきた秘密だった。次回、機動戦士ガンダムエイジ呪われし秘宝、3つの運命が歴史になる。